ただいまより定刻になりました。ゲートを開放。ゲートを了解。ゲート開放。中間かなと思っております。これからがスタートでございます。本当にこの名地区の住民の方々に寄り添いながらですね、なんかこうアンドカウンティーで癒される部分があって、やっぱりこう大事に作ったっていう部分だね。ゲートを外した感じの、あ、やっと自由っていうか会場になったこともあって、いろいろなのができるなっていうところは感じるので、まだ不安がいっぱいあるので、これからですね、これからどのようにしていくかゆっくり考えながらやっていきたいと思います。一応解除されたからということで報告で報告。お墓はいわきにあるので、だからせめてここに家だけの写真だけでもと思って、こっちがおじいちゃんで、こっちがばあちゃん。これおじおと、まあ、猪之助さんがおじい様で、はい、その猪之助さんと二人で、まあ、戦後入植して開拓され、あ、自宅ここはちょっと中華本来ならば、ここでほら住みたかったんだけども、こういう状況になってしまったので、もう住めないということで、まあ半分諦めたいね。小さい頃はお母さん、あ、ごめんなさい、お母さんはまだ元気でいたので、ここの土地でね、うん、でそれが震災あった避難して、それでやっと福島に戻ってきて仮設に住んで、その矢先にこの交通事故で亡くなったので、お母さんの思いとすれば、うん、もうとにかく活路に帰りたいっていう思いが強かったので、だから今日は解除のね、うん、記念の意味もあってね、あってね、うん、ちょっと本人たちは戻ってこれないので、うん、写真だけでも来て、まあ、周りの景色を見せてやれたらいいかなと思って今日は来たんです。11年っていうのはやっぱり早かった遅かったで言ったら遅いよ。それは除菌の仕方とかね、そういうのは遅すぎるよ。だからこの解体だって抜き地区はあれ、やっと3年前に始まったんだけど、もっと早くやればさ、みんなだってさ考え方違ってくるよね。でも、もしかしたらもっと変えることができたかもしれないよね。うん。